女性自身さんには、いろいろな意味で、お世話になってますね、かっこ笑い。昨年から今年にかけて、これまで積み上げてきたものを、スクラップしてきたので、来年からはいよいよ新たにビルドアップする段階に入ろうと考えています。そう語るのは、60歳を目前にスクラップ&ビルドを人生の目標に掲げたという船越英一郎、58。来年からの再構築は、ドラマ、トレース科捜研の男。フジテレビ系にて1月7日21時スタートとともにスタートする。意外なことに船越はこれが月9初出演だ。ガツ Q さんとはこれまであまり縁がなくてね。まあなかなか崖とか出てきませんから、かっこ笑い。オファーをいただいた時は渋い大人のラブストーリーに挑戦できるのかと思ったんですが、世の中そんなに甘くなかった。船越いかどう。本作は陰惨な過去を持つ科捜研法医研究員間野礼二、錦戸亮34が鑑定結果から導き出される客観的事実をもとに殺人事件に隠された真実を解き明かしていくというサスペンスドラマ。船越が演じるのは彼が得意とする熱血刑事役だ。この虎丸良平という役はこれまで僕が演じてきた熱血感という系譜の集大成になるんじゃないかと思っています。自分の年齢と照らし合わせてみても、熱い刑事の役をやる機会はもうこれが最後になるんじゃないかと。虎丸も定年を間近に控えていますから、そういう部分は自分とオーバーラップするんですよね。だから演じていると少し寂しくなったりすることもありますよ。